った屈辱は反撃の行使。はい、こんにちは。というわけで、進撃の巨人、アタックオンタイタン前編、グレンの弓矢。というわけで、進撃の巨人アニメ版の映画を見に行ってきました。初日行けなかったんで、初日の次の日にですね、二日目に、めぐみさんは見ていきました。まあ、いろいろ言いたいことはあるんですが、おいおいね、どんどん喋っていきたいと思います。なので、今回はこれです。これをもらいました。5週連続みたいな感じで、まあ、週ではないんだけど、区切りがあって、何月何日まではこれ、何月次はこれ、次はこれっていう5パターンあるみたいで、とりあえず最初に見に行った人は、アルミン。アルミンでございます。もうこの女子力の全力解放ですよ。アルミンでも、色紙をもらいました。次の人は、まあ、何かわかんないですけど、何かがもらえるというわけです。そして、こちらがパンフレット。で、これがポスターですね。ポスターちょっと今ね、ふにゃんとさせてます。本当にするとこんな感じ。まずこちらの映画ですが、面白い。それは面白いです。なぜかというと、総集編だからです。1話から13話までを全編、グレンの弓矢でやりましたね。なので、これ全編なんで、後編をまたやるんで、今回は13話までやったんで、後編は14話からおそらく26話までじゃないかなと思います。そう、要するに前後編完全の、総集編というわけで、ま、窓ガマイカなんかそうだったんで、それと同じパターンということですね。まあ、その総集編の話は一回置いといて、映画なんですけど、一応リマスター版になってるんですよね。リマスター版で、新作カットが追加されているという話を聞いたんですけど、私、これテレビ版を3回リピートしました。3回見てます。でも、わかんなかったです。正直わかんなかった。どこがどこっていうのは、見比べたわけじゃないからね、同時にね。だからちょっと、ここかなっていうのはわかるかもしれないんだけど、もうここだ、明らかにここだっていうのがちょっと、わかんなかった。わかんなかった。そのぐらいの違い。で、あとは 5.1 チャンネルリマスター。それだけです。で、5.1 チャンネルリマスターなんですけど、それは期待してはいけません。あのね、5.1 チャンネルって、元をまず収録する環境があるわけじゃん。その、おそらくね、元を収録した環境はアニメ版なんで、ステレオなんですよ。多分ね。ステレオかモノラルかわかんないですけど、多分 5.1 チャンネル用には撮ってないはずです。セリフとかね。それを、後から 5.1 に無理やり作ったんじゃないか、ま、と思うんですよ。おそらくね。だから、全然サラウンド感ない。ほとんど、なんだろう。自分家でね、5.1 チャンネルの環境を整えてる人はもうわかると思うんだけど、ほとんど音ってセンタースピーカーから出てるんですよね。センターがあって、まあ、フロント、リアってあるんだけど、もう、進撃の巨人の場合、9割こっから出てます。これ本当に 5.1 チャンネルって疑いたくなるぐらい、ほとんどセンター。たまにこっちから効果音が流れたりするぐらいで、まあこれしょうがないんですよ。取り直すことできないからね。リマスターだとか 5.1 チャンネルになったとか、そういった変更点を見に行く映画ではないです。単純に進撃の巨人の総集編がでかいスクリーンで見れる。映画館で見れるっていうのを楽しめる人は見に行きましょう。それが嫌いな人はダメです。まあ、あとはね、始まった時点から、あー、なるほどね、いつもの総集編だって思ったんですけど、一個だけね、ちょっとこれやっちゃった点があります。私がちょっとそれやんないで欲しかったなっていうね、やっちゃった点が一個あります。やらかしたんですよ。まず、エンドロール。終わりますよね。グレンの座標っていうね、グレンの弓矢をリマスターしたような、それもね、まあいいんだけど、そういう音楽が流れて、エンドロール終わります。そしたら、次の予告編みたいのが入るんです。まあそこはいいんですよ。その次回こんな風になるんだってワクワク感が、まあ総集編だけどね、次も総集編で、あ、ここまでやるんだなっていうのがわかる。まあそれはいいんですよ。それはいいんだけど、その後に、2016年アニメ第2期放送決定みたいな CM を1本流したんですよ。あれやめてほしかった。あのね、本編が終わったら、ちゃんとそこで終わらないとダメ。その2016年アニメとかは最初にやってください。最初に CM を何本入れられる方が別に構わないんですけど、最後映画が終わって、ああ、よかったーっていう、総集編だよ。だけど、その総集編どうこうっていうのはまあ置いといて、映画よかったわーっていう余韻に浸れない、一気に冷めるんですよ。最後に CM 入れられると。映画の頭の中なのに、せっかくいい、ああ、余韻がね、はい、よかったな。やっぱ進撃の巨人は、アニメがよくできてるからこそ、映画を総集編にしても、ああ、映画クオリティに見れたなっていう、その余韻とか、いろんな考えながら見てる、そういう意見がブワーッと来てる中で、いきなりね、2016年映画、じゃあアニメ第2期って最後、広告を出されちゃうと、はあ、これ来年じゃねえんだ、アニメ。再来年なんだ、みたいな感じで、もう、そんな、なっちゃうんで、その、本当に、映画の余韻を奪わないでください、ユーザーから。それは、
絶対失敗、ダメです。あの映画本編の後に CM を入れるのはダメ、絶対。私はそれ思いました。でね、一個ちょっと喋りたいんです今回。というのも、映画レビュー久しぶりなんですけど、今年もう終わりじゃないですか。2014年11月26日にこれ収録してます。今年終わりなんで、ちょっとそろそろ喋っておかないといけないことがあります。アニメ映画、総集編ばっかりなんですよ。マドカマイカ、さっき出したマドカマイカもそうだし、あの花とかも全部そうだったんですけど、総集編ばっかりで、もうこのビジネスモデルがそろそろ来ますよ、無理が。っていうのも、進撃の巨人はやっぱりオタク向けではなく一般向けだったんですよ。だから私が見に行った映画館では結構でかい部屋借りてやってました、スクリーン。そこなの？その部屋大丈夫？って思ったら、2日目ですよ。しかも3連休の中日ですよ。3連休初日からスタートだったんで、中日、3連休の中日の、しかも夕方っていう、もう絶対これ満員になんなきゃいけない条件の中、ガラッガラ、余裕で真ん中ぐらいしか座ってない、みんな席。そのぐらいガラッガラ。いやー、ダメだね。完全失敗だと思いますよ、これ興行的に。総集編っていうのが我々オタクでもそろそろ来てる。あの今年私何本見せられたか分かんないですけど、10本近くねアニメ映画見に行ってて、ほとんどまあ総集編なんですよ。で分かっててまあ見に行ってるんですけど、さすがにそろそろ、あ、まあ総集編だったらいいかなって思う自分もちょっと出てきてる。あの総集編でね、お金を使って次につなげてほしいっていうのはあるんだけど、だったら私ちゃんとグッズ買うから、すげえグッズ買うから、私はねそっちグッズ買ってるから次につなげてっていう意味でお金は使ってるんで、別にここで劇場にお金使わなくても、私はちゃんとそういう意味で次につなげる活動はしてると思ってるんですよ。マドカマギカみたいなギークなやつだったらまだ良かった。で、まあ、もっと何年も前の話すると、リリカルナノハがやっぱり総集編で私、あの辺から鍛えられ始めたんですよ。リリカルナノハの映画が何年前だっけ？もう5年前とかになるかもしれないんだけど、いや、総集編なんだ。映画館までわざわざ足運んで、総集編っていうのが、やっぱ最初は私も思ってましたよ。それがだんだん慣れてくるんですよ。調教されていくんですよ。総集編もいいじゃない、面白いじゃない、でかいスクリーンで見れりゃ満足ですよっていうのをもうだんだん超えてきて、もう総集編いいわってなり始めている。だけど、アニメ映画ってすごく映画館でやるには難しくて、まだ認知度がないんですよね、おそらく。映画、制作者とか映画館の、興行者に、映画館だから進撃の巨人の新しい映画、新作をやれば儲かるんだよ、見に来てもらえるよっていうのはできない、難しい。まあこの動画長くなっちゃうな、まあいいや、この動画長くなります。あの昨日生放送で喋ったんですけど、例えばスタジオジブリがね、あの声優の話なんですけど、なぜタレントを使うかっていう話なんだけど、タレントを使うと広告費がかからないんですよ。というのも、木村拓哉さんを使うと、木村拓哉さんを使ったってだけで、宣伝になるじゃん。で、木村拓哉さんはその後、いろんなテレビに出るでしょ？そのたびに、あの、映画で出るから、映画見てねっていうのを勝手に宣伝してくれるから、広告費が浮くんですよ。だから、宮崎駿さん、もうスタジオジブリが、声優をね、使わないっていう理由は、私はそこにあると思ってるんですよ。あの、声優を使わないっていうのは演技どうこうって言ってますけど、でもタレントを使うことによって広告費を、いいようにね、使えるっていうのでやってると思うんですね。で、進撃の巨人なんか、まあ、マドカマギカもそうなんだけど、それだけ巨大なね、オタクにとってはもうマドマギなんてすごいじゃん。進撃の巨人なんてもう、随を見ないほど売れてると思うじゃん。だけど、このクラスでも新作アニメっていうのでは作らせてもらえない。で、じゃあ作るにはどうするかっていうことなんだけど、広告費がどうするかなんですよ。だからその辺ね、オリジナルアニメーションって実はワンピースとかそういうやつぐらいなんですよ。毎回やってるので。もワンピースは、毎回やるし、あの、東映アニメーションみたいなああいう枠があるんですよ。で、そこでやるから広告費は決まってるんでいいんだけど、じゃあ、これがハリウッド映画と同じ土台に立てるかって言った時に、まあ立たなきゃいけないんですよ。で、そのね、例えば何でもいいんだけど、マトリックスとか、指輪物語、ローズ・オブ・ザ・リングとか何でもいいんだけど、それと同じ土俵に立った上で、戦えるかっていうと、まあ我々はオタクだからね、戦えるって言えるんだけど、それの説得力がまだなくて、じゃあ説得力をどうするかっていうところで、多分ね、今年もそうだし、去年もそうなんだけど、こういう総集編っていうのをバン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 やって、
アニメ映画や総集編でもユーザー見に来てくれんだよっていうのを多分証明したかったと思うんですよ。証明しつつあったと思うんだけど、ちょっとここでねきつかったかなっていうところが出ました。で、あの日見た花は僕たちはまだ知らないだけ、ちょっとタイトル間違えたらごめんなさい。あの花の映画を見た時のレビューが上がってるんで、それを見てもらえば分かると思うんだけど、総集編だったんですね。で、私その時に、一般ユーザーさん、あの花も結構一般向けっちゃ一般向けじゃないですか、ノイタ迷惑だし。で、私あれを見に行った時に、周りに座っていた一般の方たち、カップルさんたちが終わった後に会話をしていたのを聞いていたんですけど、何これ、ただのアニメの総集編じゃんっていう話をしてたんですよ。それはもう私は分かりきってることだし、あ、また総集編となりいいんだけど、ただやっぱそういう意見になるんですよ。なんでこんなの来た意味なかったじゃんみたいな話をしてたんですよ。なんで総集編なのっていうことを話していて、だからもしかしたら一般人がもう進撃の巨人を見に行っても総集編なんでしょっていうのを調べちゃったとかね、だから行かなかった理由っていうのはそういうことかもしれない。まだ工業的に分かんないですよ。ただ私が行った映画館がたまたまガラガラだっただけかもしれない。だけどちょっと厳しくなってきたかなっていう気がします。で、私みたいなオタクですらさすがにもうちょっと総集編ばっかりでお腹いっぱい感が出てきてるんで、もうちょっとなんか やる方法ないのかなっていうところを第2のステップに上げてほしい。もう総集編であの客が来るっていうのはある程度もう分かったと思うんですよ。ファンは来るし、一般は来ないというか、来ても良かったねとは言ってもらえないっていうのはもう評価が分かったと思うんですよ。もうそれ映画業界の人分かったと思うんですよ。だからそろそろね、進撃の巨人みたいなこういう超大型 IP には、オリジナルアニメーション作らせてもらってもいいんじゃないかなって思います。あとね、そうそう、この後に後編はアニメでやるのは総集編なんだけど、別でやるじゃない、実写版、実写版が、アニメの実写版ね、当然私もそうなんだけど反対が多いと思います。なんでアニメを実写化するのって思うんだけど、それも映画業界の大人の事情なんですよ。やっぱ広告費っていうのがあって、タレントをたくさん使えるわけですよ、映画を実写化するとね。映画じゃない、アニメを実写化することによってタレントをいっぱい使えるんで、そこでまた宣伝費っていう話が出てきて、宣伝をねかけやすいとかね出てくるんですよ。だから、実写映画は増えるんですよ。だからね、進撃がもしこの前編後編成功の実写も成功すれば、オリジナルアニメっていうのもあったかもしんないよ、あったかもしんないけど、まあこれ無理でしょ。だって客ガラガラだったもん。よりギークなアニメ、窓マギとかさ、シュタインズゲートとか、ファンが見るアニメはもう客が分かってる、行くからさっていうところが映画の人たちに分かってほしいっていうのと、だからもう今年で総集編っていうのはちょっと崩れてくるんじゃないかなと。私は来年またねちょっと違うやり方で、アニメ映画っていうのをやっていってほしいなっていう希望観測もあるんですけど、それと同時に、まあちょっと無理が来てるかなっていう、これを見てね、思いました。記憶で話してますけど、最初に、うわ、総集編なのって思ったのが、やっぱりリリカルナノハあたりなんですよ。そのあたりから来て、どん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 って何年か経過して、もうこの辺でやっぱお腹いっぱい感が来てて、そんなでかい箱借りて大丈夫なのっていうところでやって、ずっこけていて、一般向けで一般人もいなかったっていうね。シュタインズゲートの、不可領域のデジャブがオリジナルだったんですけど、あれはやっぱりギークなところで、言ったから、まあすごいなとは思ったんですよ。オリジナルだったからね、すげえすげえ、映画館でオリジナルアニメが見れるすごかったんだけどね。もうちょっとアニメファンに向けたアニメはいいんだけど、一般層も見るアニメに限ってはもうちょっと考えてほしいかなっていう、まあちょっと取り留めのない話になってきちゃうんで難しいんだけど、そんなわけで、まあ最終的にこの映画のレビューとしては、つまんないわけがない、テレビ版の総集編なんで絶対面白い。だってテレビ版の総集編だもん。テレビ版面白かったんだもん。ただ、当然16対9で、なんかね、やっぱ映画館で16対9は間が抜けるよね。スポッて。シネスコープサイズじゃないと、あれだし、ほとんどセンタースピーカーから音が出てるから、全くサラウンド感。一応 5.1 チャンネルなんだけどね。もうなくて、残念。2014年を代表するべく、代表じゃないな。2014年を締めるべく、総集編だったかなと。思います。まあその最初話した通り、1点許せない点としては、そのテレビ版の予告のためにこの映画を見に行ったわけではないんで、映画終わった後に2016年第2期放送決定っていうのを出されると映画の余韻に浸れないんで、やめてくださいという
そんな感じでした。そんなわけで、この映画これから見に行く方は、完全にテレビ版のね総集編だということを頭に入れて見に行っていただければ間違いないんで、それで満足できる方は行けばいいし、なんだテレビ版の総集編だったらいいわっていう方だったら、まあ実写版をね楽しみにするとか、そういう形になればいいと思います。そんなわけで、進撃の巨人前編グレンの弓矢映画版進撃の巨人のアニメのレビューでした。楽しんでいただけていると嬉しいです。また会いましょう。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた会いましょう。バイバーイ。